はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、おさいでございます。一問一答で学ぶディープラーニング。今回は、過去の売上から将来の売上を予測するには、教師あり学習。 というテーマで1分程度でお話をさせていただきます。真相学習の基礎的な学習や日本ディープラーニング協会さんの G 検定の対策などにもお役立てください。えー、こちら、えー、弊社のツイッターアカウントで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。過去の売上から将来の売り上げを予測するといった課題は、えー、教師あり学習が適している、丸かバツかの2択でございます。このような問題、えー、さっきの通り、弊社の、えー、アットセカンダリーアンダーバー JP というアカウントで出題させていただいておりますぜひフォローやリツイートお願いいたしますここまでだいたい1分くらいですかねさてこの問題の回答ですがマルでございます無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました、えー、そうですねあの教師あり学習は